こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのは追いかけっこ。どんな曲か聞いてみてね。元気に走り回っている様子がよくわかるような曲だね。最初は右手が逃げ出して左手が追いかける。二段目は左手が先に駆け出すけれど、最後には追いつくよね。まず右手のメロディーから見てみよう。最初走り出して、ここで捕まってしまう感じ。2段目は右手が追いかけるから2つ休んで1、2、最後は右手が捕まえる、そんな感じだよ。左手は最初2つ遅れて追いかける1、2、間に四部休符があるからそこをちょっと見てみよう。1、2、うん、うん、四部休符のところでしっかり休もう。2段目は左手が先に駆け出すよ。ここはこの楽譜の中で1個だけ2部音符になっているよね。ファー、ソー、ファー。ここは2つ伸ばして、また2つ休んで追いかける。1、2。こんな感じになるよ。右手と左手がどこで合わさるかを知るために、右手を歌いながら左手を弾いてみるのもいい練習になるよ。ソー、ファー、ミ、レ、ド、レ、ミ。合わせられたかな。この曲でもう一個覚えてほしいのは強さの記号、メゾフォルテとメゾピアノが出てきているよ。メゾフォルテの方がメゾピアノよりも少し大きいの。大きいのと小さいのの差が出るようによく練習してみよう。最後に通してみるね。上手に弾けるまで練習してみようね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。